こんばんは。今日の初心者ギターとは何か、超ショートで、お届けしますというか配信します。本当ね、なんだろう、実際ギター練習する時間全然毎日なくて、今日は、とにかくこの配信を続けるというためだけに、今こうしてこの後ろカーテン引いて、ね、背景すっきりして、ギター肩にかけて、鳴らすということで、でかつね、ちょっと新しい、取り組みじゃないけど、ちょっとやったことない曲をこれから練習今するぞということで、さだまさしさんの、私の中学校の先輩のさだまさしさんですね、さだまさしさんの曲を2つ、いつかちゃんと弾き語り、まあ、俺ちゃんギターの弾き方、俺ちゃん節 ですけれども、やるぞっていうのの、本当に初めのところでフレーズだけ今日ちょっと練習します。梁山泊っていう曲と、問題作っていう曲の一部分だけやりますね。サビのところっていうのかな、サビってあの繰り返すところをサビっていうのかな、でいいんですかね、後でちょっと教えてください。の山賊だ、必ず最後に正義は勝つのだ。俺たちは梁山泊の山賊だ。俺らが正義かどうかは別だけど、サビのところ、これが梁山泊の問題作の方ね。それはちょっとないんじゃないのとかっていうのがあるんですけれども、意見には個人差があります。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 ふっふと、この後親の子殺し、この親殺し、リンチにストーカー殺人とかってね、これちょっとメガネシンガーの系譜で、高橋優さんの子供の歌とこの問題作をなんか2曲セットでいつか動画、面白動画にしてあげようかなとかって不届きなことも考えたりとかしながら、今日の、初心者ギターとは何かでした。こうやってちょっとでもギター触って、何らかちょっと新しいこともやったりとかを組み込んで、自分なりにですけれども、やっていきましょうっていう今日の、ショート番外編、初心者ギターとは何かでした。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。バイバイ。またね。